読者とは、本来、ギリシア語で、考えを意味する語であり、後に、様々な意味で解釈された。クセノパネスをはじめ、パルメニデスやプラトン等の古代ギリシア哲学者は、哲学用語として使用し、またロランバルト等は、文化批評用語としてこの語を用いた。日本語では、億剣、思惑、思いなし等と訳され、思い込みという意味で理解される場合が多い。 プラトンの時代の言説の中に現れる読者は多様な意味解釈が見られた。世俗的な理解としては、高度に政治的な地の様態として、演説や判断の中に見られる変化や曖昧さ、偶有性を持った特有の形式を指す言葉として用いられていた。イソクラテスは、読者を資料がめぐらされた健全な状態かどうかを判断する基準と捉え、 その特定の時空間に好奇が訪れた時に、読者が有効に発揮され、集団の自己同一性を喚起し、未来へと導くロゴスが発せられる、と主張した。そのような世俗的読者とは別に、存在論を解く哲学者たちは、不可視であり、普遍的で継続的な真理の世界の存在を仮定し、その表層として、視覚的であり、不安定で流動的な現実世界を、 読者の世界として把握した。プラトン等は、イデアによる学的で理性的な知識であるエピステーメイに対し、それよりも一段階定位となる感覚による知識や知覚、意見を読者と呼んだ。奥見や奥説などが読者に該当するためである。ロランバルトは、共通の意見あるいは慣例を指すためにこの語を用いた。ある社会の硬直化した価値観である。それは、 芸術家ないし批評家の活力を脅かすので、常に革新あるいはパラドックスによって反撃されなければならない。しかしながらこれは終わりのない過程となる。なぜならばその時同期のパラドックス自体が後の時代の慣例となり、今度はそれが新たなとのパラドックスにとって変わられる運命にあるからである。したがって、バルトにとっての理論的な企てとは自らの独者に挑戦し、 自らを絶えず解体あるいは転覆することにあった。ありがとうございます。